長谷川豊の本気論本音論チャンネル皆さんこんにちは長谷川豊です長谷川豊の公式チャンネルがですねなんとなんと今日さっき確認した段階で850人を超えました本当に皆さんどうもありがとうございますたくさんの人にチャンネル登録していただいてですね、えー、見ていただけると本当に幸せで嬉しいことなのでまだまだ 登録数増やしたいので、よかったら皆さん、チャンネル登録やいいねのボタン、そしていいなと思ったらシェアなどもしていただければ、非常にありがたいですそしてですね、えー、報告が遅くなりましたが、私、こちら、はいえー、ついに公式に発表になりました、日本維新の会の全国比例区のお公認候補としてですね、まあ、出馬予定者というか、選挙に日本維新の会としては、 長谷川豊を全国比例区の候補者の一人として立てる予定ですよというそういう立場になりますね、えー、馬場幹事長の方から公式に発表がありました本当にありがとうございますもうそれを報告したツイッターの荒れ方いいですねアンチの皆さんもですね元気になっていただいてもっと元気になっていただいて広めていただければというふうに思うんですけれどもというのもですね、えー 全国比例区っていう,う選挙について今日は少しシェアしようというふうに思うんですねあの参議院の全国比例区って衆議院と結構違うんでそこだけはちゃんと抑えていただきたいんですねただ気をつけなければいけないのは僕はババ幹事長より、えー、日本の政党より明確に 公認候補なんですよとつまり立候補予定者なんですよという,う肩書きを受けた以上はですね僕は公職選挙法という法律に非常にガチッとこう固められてしまって言えないことが大量にこれから出てきます。 まあこれはあくまで公職選挙法の説明ということでまあ申し上げるわけなんですが僕に1票投じてくださいとか選挙に出るんですよだからお願いしますみたいなことを言うとですねこれはですね選挙活動というカテゴリーに属しましてこれは公選法違反になってくるんですね。ですからあのー 僕の政治信条であったり僕ってこういう人間なんですよっていうのはこう何一つ問題はないんですけれども、えー、ちょっと気をつけなければいけないシーンというのがこれから出てくるというふうに思ってくださいただそんな言いにくい喋りにくい状況の中でですね僕が挑戦するこの参議院の全国比例区というのは最も特殊な選挙だと思ってください 衆議院のようにですね、え長谷川さん、参議院の全国比例なんだ、何位なのって言われることがあるんですけれども、これはまずですね、根本的にちょっと違っていてですね、衆議院は、何々ブロック、そうですね、東京ブロック、南関東ブロック、北関東ブロックとかで、1位、2位、3位みたいなのがね、あったりするんですけれども、参議院は、枚の紙を渡されますいいですか、これは僕は、僕に投票してください、うんぬんっていうのではなくて、えー、 あくまで参議院議員選挙の特徴についての説明なんですがね。2枚の紙を投票所に行ったら渡されます。1枚目は選挙区について書きます。ですから、東京にお住まいの方は、東京選挙区の中で、ああ、誰それの候補者だな、この人の候補者だなっていう候補者の名前を書くんですね。千葉県だったらこの人だな、埼玉だったらこの人だなっていうのを書きます。そして投票していただきます。2枚目の紙は比例区と書かれています。 その2枚目の比例区の紙に、例えば、えー、日本維新の会と書いていただいてもいいし、自民党と書いていただいてもいいし、それぞれが日本維新であったり自民党の一票ずつにつながるんですが、全国比例区の候補者というのは、その2枚目の紙に、政党の名前ではなくて、 個人名例えば僕の場合は長谷川豊という名前を書いてもらった順に票が積み上がっていくスキームだと思ってください例えばそうですね日本維新の会で350万票を全国で取りましたですから振り分けられた枠は日本維新の会は全国維新の枠3枠ありますよなんていうふうになったらですね えー、長谷川さん田中さん山田さんっていう人たちがいたとして長谷川さんが長谷川ゆ豊かって名前書かれた人が1万人いたとしますよねということは長谷川の票は1万票ということになります田中さんって書いた人が8,000人いたとして8,000票山田さんが6,000人だったとした場合長谷川1位8,000人の人が2位6,000人の人が3位っていう順番になっていくわけですそして、えー、その3位以下の得票数だった人は 落選していいくよそういうシステムなんですね全国比例区が特殊というのはですね簡単に言うと衆議院の比例票のようにごまかしがきかなくて本当に僕を当選させたいな長谷川豊当選させたいから長谷川豊という名前を書いてもらわなければいけないというそういう選挙になるんですこれはものすごく難しいと思ってください 一般的に選挙プランナーの方などが言うのは、大体長谷川豊として20万票取れるわーぐらいに思っておいて、大体3万票ぐらいです。それ、それはもう大体同じ数字言われるんです。20万取れると思って3万票ぐらいだっていうのは結構多くの人に言われるんですね。と考えればですね、僕は日本全国をこれから回って、投票してくださいっていうことができないわけです。 僕出るんで投票してくださいって言えない公選法で縛られている中で僕の政治信条はこれなんですっていうだけでですね本番の参議院議員選挙の時に2枚目に僕の名前を1人ずつ書いていってもらわなければいけないという作業をこれからすることになるんですもちろん今年は7月21日が投開票でしょうから。 7月1日ぐらいからは選挙期間中に入るとは思われますけどそこから多分懸命に訴えていくということになるんでしょうがもうね今いろんなところ日本全国回ってるんですけど都市空間ですよ本当に空に向かってパンチ打ってる感じうまくいくか全くわからないです。全くわかかららないですが僕は最初から 全国比例区で戦いたいという話を松井一郎日本維新の会代表には話をしていてそしてその夢がかなったわけですからか、ね、な、まあ、う寸前まで今行っているという状態なわけですからこのまま貫きたいというふうに思っています参議院議員の全国比例区未知の戦いですが長谷川必ずや一位当選できるようにこれからは頑張るぞという思いでですねやっていきたいと思いますのでねはい。 ここで僕は皆さん頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。これが言えない交です。法難しいでしょう。もうね、言葉遊びみたいになってるんですけれどもね。というわけで、長谷川豊はこんな人でした。また来週っていう終わり方になるんですけれども、許してくださいね。これが交戦法の範囲内です。それではまた来週。来週じゃねえよ。<laughs> 来週じゃないわ。<laughs> またよかったら次回も見てくださいね。 長谷川豊の本気論本音論チャンネル私長谷川豊が本気で本音でズバッとせそうに切り込みますお楽しみに